国外務省は、中国政府がユネスコに対し、第二次世界大戦中に日本が関わったとされる南京事件や従軍慰安婦について関連する資料を世界記憶遺産に登録するよう申請を行ったと発表しました。世界記憶遺産はユネスコが進める歴史的に貴重な資料を保護し後世に伝えることを目的とした事業で、日本からも慶長遣欧使節に関する資料などが登録されています。申請の目的は歴史を明記し、平和を大事にして人間の尊厳を守り、人道に背き、人権を侵害した反人類の罪の再発を防止するためだ。中国外務省の華春瑩報道官は10日の会見でこのように述べ、第二次世界大戦中に旧日本軍による残虐行為があったとされる南京事件と、日本政府の関与があったとされる従軍慰安婦について、中国政府が関連する資料を世界記憶遺産に登録する申請を行ったと発表しました。従軍慰安婦をめぐっては、韓国も同様に世界記憶遺産への登録申請を目指していて、両国で共闘して国際機関へ働きかけることで、歴史問題に関する日本への圧力を強めていく狙いがあると見られます。